はい、よろしくお願いします。今回は数三の関数の極限2をお送りします。で、今回この2問やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の2問の特徴は、まあ、同じくリミットがね、かかってて、まあ、両方分数になってますけど、まあ、等式になってると、イコール値が出てるんだよね。3とか8分の3。で、AB が入ってるんで、その値を定めようというタイプの問題です。で、やり方として、まあ、方針としては、まず、前回の動画の3番、4番、5番でやったように、まあ、分母が0になってしまうと。まあ、これもそうなんだよね。同じタイプなんだよ。で、分子が因数分解できるんだったら、そこで切ってまとめてってやりたいんですけど、まあそれができませんと。で、まず、まあ途中式ちょっと書かされる程度若干書いていきますね。こういう問題は、その分母だけまず、注目すると、こう分母にリミットかけたら0になりますよね。マイナス2を突っ込んだら0になっちゃうと。これによって、あることが言えます。で、何が言えるかっていうと、まあ、同じね、マイナス2に近づけたとき、分子、x2 乗プラス ax プラす b、分子の方に同じリミットをかけても実は0になるっていう。これを使うことができます。で、前回のときに、まあ、3番、4番、5番のときにね、分母が0になっちゃうから因数分解してねっての言ったんですけど、もし、ね、余裕があったらちょっとチェックしてみてください。あの3問、実は全部分子も0になるんですよ。代入すると。そう。だからこれ使えると。で、こっちはね、何も使えないんだけど、これを使うことによって、これも約分とか必要ないから、x にマイナス2を突っ込むことができます。だから、入れてしまうと、4、マイナス 2a プラス b イコール0となります。これは x のところにマイナス2を入れただけです、今。で、こっから何するかっていうと、b イコールに直します。まあ、移行してもらって、2a マイナス4と。こういう風に一個の式を作り上げるんです。A と B が繋がってるね。で、これができたら、元々の式の B のとこにこれを代入します。いいかな？そうすると、x マイナス2の、ちょっとね、番種で多いんでちっちゃくてごめんよ。x プラス2、これ入んねえかな？ x2 乗プラス ax。で、B のとこにこれを代入するので、2a マイナス4と、こうなります。あ、待って待って、イコール3だ。こうだね。で、何するか、ごめん、何するかっていうと、分子の部分、上を因数分解します。まあ、ちょっと昔のね、懐かしい因数分解になります。で、これどうやるかっていうと、これは、まず最初と最後の項を固めちゃいましょうか。ここと、x プラス 2a。ここに分けましょう。x2 乗マイナス4っていうのは、x プラス2、x マイナス2ってできますね。前の部分。で、後ろの2つの項は a でくくり出すことができると。そうすると、いい感じに x プラス2が共通項で現れると。項がね。共通項で現れてくれれば、前にくくり出すことができるので、まとめてくくり出します。x プラス2をね。で、残ったこいつとプラス A、残ったものを全部後ろの括弧に詰め込んじゃえばいいので、これで因数分解完了です。ちょっと目立ちゃんに黒で囲っとこうか。こんな感じ。だから、これが分子に乗りますと、一応書くか。あ、イコールダメだね。にゃー待ってくれい。x プラス2で、まあもうね、お気づきの方も多いと思いますけど、こうなることによって消えるんだよね。前回と同じように、ちゃんとそうなってる。で、左辺のリミットの中身が、x マイナス2プラス a しか残らなくなったので、じゃあここにマイナス2入れようぜっていう。いいかな？で、入れてもらうと、これ下入るかな？ここ、マイナス2-2なんで、マイナス4プラス A イコール3と、
入ってる。オッケーオッケー。こうなったので、まず A イコール7が出てきましたと。もうこれだけやったからさ、もうやりきった感があるんだけど、気をつけてね。B も出さなきゃだから。いい。A だけじゃないからね。じゃあ B どうするかっていうと、これは簡単です。ここでもう繋がってるから。A のとこに7を代入すれば、14。引く4で B が出るので、つまり B イコール10と。これで終了となります。なので、方針としては、まあ、分母がね、リミットをかけると0になりますと。だから、分子も0使えますよねってことで、まず、こっから1個式を導きます。で、その式を元々のものに代入して、この状態から因数分解して整理する。そうすると、片方の文字が出てくるので、じゃあ、もう片方は最後、ここで使えば OK ですよね。という感じで、やってみてください。で、まあ、2番のは若干めんどくさいんですけど、まあ、これも同じようにね、まず分母の、にリミットをかけると0になっているので、分子、ルート 3x プラス a マイナス b と、こいつにリミットをかけても0になりますと。で、こっからまあ3を代入すると、ちょっとこれいいか、さすると、ルート9プラス a マイナス b イコール0だね。で、これは移行すれば b イコールルート9プラス a とこうなります。まあ同じ状態ですね。じゃあこれを戻しましょうと、ここに。で、まあこっちはね、まあルートがあるからちょっとめんどくさいんですけど、x マイナス3。で、ルート 3x プラス a。マイナスでこいつ入れるから、ルート、9プラス a とこうなります。で、イコール8分の3ですね。これは今この b のこいつをここに入れただけの式。で、まあ分子にルートマイナスルートが来てるので、まあ有理化をやっていきましょうと。つまりこいつプラスこいつのもね、上下というか分母分子にかけましょうと。そうすると、まず x マイナス3は残ってて、そこに、ルート 3x プラス a、プラス、ルート9プラス a の括弧をかけますと。で、分子は、公式使えばこいつの2乗、プラスね、引くこいつの2乗ですね。で、ルートは2乗すれば単純にルートが外れるだけなので、3x プラス a、引く、括弧、9プラス a。こうなります。で、これ A 消えるんですよね。だから 3x マイナス9とこうなります。で、そのまま乗っけるんではなくって、3でくくると、x マイナス3とこうなる。そうすれば、消えるんだよね。必ずそうなってるから、何かが消えるように。で、そうすれば、待って、8分の3がなかった。え、これ入らないんじゃない？ちょっと、ピンチだね。分母が、ルート 3x プラス a、プラス、ルート9プラス a。で、分子が3、イコール、8分の3と、こうなります。で、3を突っ込むと、あ、右ちょっといけるね。すいません、お邪魔します。これ3を入れますと。で、3入れると、ルート9プラス a が2つできるのか。だから、2ルート9プラス a 分の3イコール8分の3とこう、あ、ギリ入ってるね。こうなります。で、まあこれ普通に、まあ自分はよく罰掛けとか使ってもいいんですけど、これちょっと考えると、この部分、ルート9プラス a、これ4なんだけどダメだよね。なぜかって上3一緒じゃん。で、下8になるためには、2×4 になれば8でしょ？右の、同じになる。つまり、ルート9プラス a イコール4です。で、両辺2乗すれば、こっちが、角、9プラス a イコール16になる。両辺2乗したらね。だから、a イコール7と。で、こっちも7だったね。になりますと。で、a が出れば、あとはここですね。
A に7を入れてあげるとルート16、つまり B は4と。これちょっと横に並べたいな、せっかくだったら。なので、A イコール7、そして B イコール4と。これで入った、OK、終了となります。まあちょっとやってることはね、ごちゃごちゃしますし、特にここの有理化だったり、この因数分解はちょっとめんどくさいところはあるんですけど、やってる流れとしては、まあ分子のリミット、0から1個式を持ってくる。それを戻して因数分解勝負して消して、で最後、片方の文字が出て、残って OK。残ってとかね、また入れて B を求めるみたいな流れで解くことができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回はこの2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。